インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3 こんにちは。2時間に1本動画更新、どうも中村ケンタロウです。さて、前回の動画でですね、まあ、ちょっと受験が終わるまで本当にもうストレスがすごい溜まってて過食気味だっていう話をね、させてもらっていたんですけれども、このままじゃいかんということで、言っていた通りですね、ゼリーを作ろうということでこれ買ってきました。要はゼラチンですね。ゼラチン、森永が出しているですね、クックゼラチンっていうやつなんですけれども、これを使って今日は今からゼリーを作っていきたいと思います。で、買ってきたのがですね、まずはこれ、朝からフルーツナタデココ。これトライアルで買ってきました。これね、130円ぐらいで購入をしたアイテムと、それともう一つがこちら。これも100円。みかんでございます。この缶詰を使って、ゼリーを作れば、フルーツ入りのゼリーが作れるじゃないかと。しかも大好きなナタデココが作れるということで買ってきたんですね。それからもう一つ、こちら安かったんでカルピスね、暁&カルピスっていうね、桃のジュースでございます。これらを使って今からゼラチンで、料理を作っていく、まあゼリーを作っていきたいと思います。すごい簡単らしいのでサクッと作っていきますね。さてでは早速ね、このクックゼラチンちょっと開けていきたいと思います。よいしょ。中開けるとね、こうすごい小分けになってんのね。はい、こんなのがいっぱい入ってます。全部で何個入れたら13袋入ってるみたいなんですけど、中にはこんなね、説明書みたいなのも入ってますね。いろんなものが作れるよっていうね、解説が載ってるみたいですが、今回はこんなのいいです。作り方がね、裏に載ってるんで、まあ、これに従ってやっていこうかと思うんですが、これね、50ml のお湯に溶かすだけ、あとは 200ml 分ジュースとかをね、混ぜたら OK ということになってるんですね。すごいシンプル。こんなにシンプルでいいのかしら。ということなので、まずはこいつ、こいつにね、溶かして入れていこうかと思います。お湯は 50ml ってことなんですけど、とりあえず3袋分作ってみようかな。というわけでこいつをね、この3袋出して今から溶かしていきたいと思います。とりあえずこの中ぶち込んじゃうか。よいしょ。うい、ゼラチンだよーと。ゼラチン、ゼラ、おー、意外と、なんだろう、え、こんなんなの、ゼラチンって。ちょっとね、色がすごい黄色い感じの、もっと真っ白だと思ってたんですけど、これ色わかるかな。こんな感じ、なんだろう、覚醒剤みたいだね。まあ覚醒剤見たことないけど、本物は。よいしょーっと、投入。そして、はい、最後の3袋目も入れていきます。はい、投入完了です。で、普通使うのは、1袋に、50cc ってことなんですけど、今回3袋入れたんで 150cc お湯入れていきたいと思います。はい、お湯 150cc 入りました。ということでこいつを投入。よっしゃー。で、まずはこれ混ぜなきゃいけないんだよね。これを入れてまず溶かします。なんか謎の香りがする。でも臭いわけじゃないけど、なんだろう、まあ、とりあえずこれ混ぜていきますね。あー、飛んだ。あ、雫が飛んでいった。あー、もうなんかトロトロだ。すごいトロトロ。でもなんかこんなに早く溶けるんだ。さらっとね、もう全部溶けちゃいました。一瞬ですね。はい、じゃあ溶けたところで 600cc、これで作れるわけなんですけど、ちょっとね、今気づいたんだけど、こいつ 500ml だよね。どうしよう。まあここにとりあえずジュース混ぜてから、あと型に入れるだけなんですけど、とりあえずこの暁カルピスを 500ml、ドボ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 ーと。でもこれだとあと 100cc なんか入れなきゃいけないんですよね。なのでちょっと
100cc は普通にお水でちょっと薄める感じにしたいと思います。だいたいねこのジュースちょっと濃いんですよ。これすごい濃い味のカルピスなんでちょっと薄めていきますね。はい、では 100cc のシンプルなお水、こいつで薄めていきます。よし、投入完了。ではこいつを混ぜ混ぜ、なんとねこれで完成です。あとは流し込むだけ。本当にこんなんで固まんのかな、ちょっと軽くね信用できないところがあるんですけれども、じゃあこいつを型に入れていきます。よいしょ、うっしゃー、あとはこれを冷蔵庫に入れるだけっていう、シンプルなんですね。どうしよう、あと何入れよう。じゃあちょっとねこいつにもこんなタッパにもねちょっと入れていきたいと思います。どこいしょ、うっしゃー、これで桃のゼリーが本当に2時間後に出来上がっているのかどうか、まだ残ってますね。はい、じゃあ普通のねもう中身見えなくてもいいので普通のカップの方にも注いでゼリー作っていきます。よいしょ、よいしょ、まだ残ってる、どうしよう、もうこの際入れ物は何でもいいやということで、よし完了。はい、これで第1弾あかつき&カルピスのゼリーはこれで完成しそうです。じゃあこいつら冷蔵庫入れていきますね。はい、こんな感じで冷蔵庫の中に投入いたしました。あとは2時間待つだけですね。とりあえず待ってみたいと思います。はい、これ今ね作ったばっかだから洗ってきたんですけど、これね水入れただけでもうすでにゼリーが中にいっぱい出来上がるすげえなと思っちゃった。いや結構ねこういう形のものはあんま良くないかもしれない。やっぱボールとかでねやった方がいいかもしれません。さて3袋はちょっと多すぎたからさ、今度は2袋でいきたいと思います。今度は2袋だけ投入していきます。よいしょ、1つ2つ、では2つ投入したところでお湯を今度は2袋だから 100cc ですね入れて、もう一度混ぜ混ぜですな。ほんと溶けんの早い、このゼラチンすごいな、むちゃくちゃ素早く溶けますよ。でもなんか独特の香りがやっぱするんだよね、溶かすとね。はい、では次は僕が大好きナタデココでいきたいと思います。ちなみにねこのナタデココなんですけど内容量が 190g なんですが、固形物、まあ、ナタデココが 100g で、まあ、液体が 90g ってことなんでしょうね。で大体ねこの液体って甘いと思うんですよ。だからちょっとお水でね、少し減らしていこうと思うんですけど、ちょっと一回甘いねやっぱね、ドーンと、はい、ナタデココ投入、お、詰まって出てこいや、よし、はい、ナタデココ投入したところでここにですねちょっとお水を足していきたいと思います。実質ねゼリーの部分、あ、ゼリーっていうか液体の部分、甘い蜜のところは90しかないので、ここに110の、よいしょ、お水を加えて混ぜます。多分ねお砂糖なしでいいと思うんだよねこれはね。よっしゃー、ではこれをナタデココを入れていきます。見やすいように透明のコップに、よいしょ、このぐらいかな、ナタデココ入るから。おお、もうナタデココが一緒に入ってった、うん、こんなもんでしょう。でここにナタデココを投入していきます。うわ飛ぶ、おぴったり入りきった。はい、これでナタデココゼリーの準備ができました。うまそうじゃない、うまそうじゃない。はい、これも冷蔵庫入れていきます。やーべー、やっちまった。もうさ、みかん入れる容器もなければ冷蔵庫のスペースも空いてないんだよね。なので今日はこれにて終了。
あとは2時間待ってみてどんなゼリーができてるのか楽しみに待ちたいと思います。さて2時間経ちました。どうなってるんでしょうか。オープン、せーの、ドン。おー、プルンプルン、完成してる。もう一個行きましょうか。ナタデココア完璧。おお、できてます、完璧にできてます、やばい。はい、というわけでできました。桃カルピスのゼリーと、そしてナタデココのゼリーです。ちょっと一回見てもらいましょうか。これどうですか、この出来具合完璧じゃない。完璧ですよ。こっちもほら、もうプルンプルン。さあ、あとは味わってみてうまいかどうかですね。桃からいってみます。いただきます。ほれ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 、プルンプルンだよ。やべ、うまそう。いただきます。ちょっとね、ちょっと薄いけど、ちょっと水っぽいんだけど、うん、めこれはいいわ。まあ薄くはなってますけど、水入れたからね。でも過食の僕がお腹を満たすには最高ですね。うまい。ナタデココもいってみますね。こっちはね、どうなんでしょう、シロップのまんまなんで、ちょっと美味しいかどうか怪しいんですけど、いただきます。お、ちょっと硬いかな。あ、甘くない。失敗だわ。こっちはね、ちゃんとお砂糖入れて作んなきゃダメでしたね。それかナタデココだけ入れてジュースで作る方が良かったみたい。あ、これダメだわ。でもやっぱナタデココいっとかないとね。ナタデココはうめえ。ナタデココでもシロップ飲んだ時甘かったんですけど、やっぱ甘さが足らないですね、こっちはね。ちょっとこれは考えてみて、今度ね、いや、あの他のジュースで作ってみた方がいいかな。これにこれ入れればよかったね。こっちはうまい。というわけで、予定していましたゼリー、どうにか作ることができました。ちょっとね、これからいろいろ試してみたいなと思うので、いっぱいね、作ってみて、どうやったら美味しくなるか、いろいろ研究をしてみたいと思います。とりあえず一応ね、成功と失敗ということで、またゼリー作ってみたいと思います。以上です、後席。さすまジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは、ゼウス、シャレです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすまジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さすまジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日まで
待ってます。鹿児島の魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。はい、これぐらいじゃない。いやー、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょっと寒いんだ。おお、揺らしすぎでしょ。そらー、あ、あー、あ、そらもん、ドラえもんだよ、ドラえもん、ドラえもん。何そのキャラ、何そのキャラ。Thank you for your listening. Good Air Docom. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air Docom. Your listening station is Good Air Docom. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.